なんて言っとったらさ、鈴鹿市に突入でございますよ。順調ですね。こっちの道やったらそういうね、混んでないですしですね。ちなみに道が混むことをね、あのうちらの地域では積むって言いますけど、道が積んどるっていうね、言い方したりしますけどね。あれって関西だと通じないですよ。あれ三重だけって言いますもんね、道積むっていうのは。もう全然東の方の人には全く通じませんもんね。ちなみにこれ曲がっていくと、右に曲がっていくとスマートインターね、できてますからね。まあそこでご飯食べてもいいっちゃいいんですけどね。もうせっかくなんで伊賀の方も出ちゃおうかなと思いますよ。もう7時ですからね。夕飯時って夕飯時なんですけどね。そう、靴だけは買っときたいですからね。まあなんとか伊賀までは先に出ときたいんですよね。そうすると伊賀のドライブインで食べてもいいですけどね。あの辺りも見どころいろいろとありますからね。あ、それガソリンだけというのか。ガソリンは入れる。あ、そうか、ここそうだ、 JA がなくなってエネオスになったんだ。入れ替わったような形ですね。水って感じですね。ちなみにこの車に合わせてね、ちょっと取りやすいようにこの前面展望をね、調整してみましたけど、どうですかね。なんか一番それっぽい感じになってませんっていう気がしてるんですけどね、自分の中では。さあ、で積水系の交差点のところですね。曲がっていくと積水系っていうね、ところですけど、まあでもあそこもね、昔はすっごい秘境感ありましたけど、今高速の上通ったんでね、あんまり秘境感がなんかなくなった感じはありますけどね。まあどうなんでしょうね。前はまだ工事中の時に最後に寄ってきりですね。なかなか積水系まで、アウトドアが好きなわけでもない人間だとなかなかね、行くこともないですからね。さあ、池何かい？あ、2台電車なんだ。よし、オッケーオッケー。八島橋、東詰めね。これ時間帯によったらね、めちゃくちゃ積むんでね、この道。しんどいところなんですけど、本当にちょっと時間ずらすとね、全然空いてるところなんでね。ここは本当時間帯によって選ぶ道が分かれるところですよね。まあでも小物のあたりからね、スタートするんやったら、もうこっちに出るのもね、楽ですから。四日市のあたりからだとね、こっちに出るまでもまあまあ大変なんで、そうするとやっぱ1号線からね、行くとかってなるんですけど、あっちはあっちで道がね、もうこの時間でもやっぱ全然ね、積んじゃいますんでね、それでしたらもうね、こうやって行っちゃった方がいいやろってことでね。でここのベーシックも良かったです。ここも行ってみましたけどね、安かったです。あ、そっか、セルフじゃなかったんだ。よし、ちょっとセルフかち、次セルフ見つけましょう。しまったな、来ちゃったな。まずいな、このまま乗るとないよな。メモリー2で行くのはちょっと怖いよな。決まったな。先の方に確か、あそこからもうインター入ってくところにはもうないですからね。そう、丸紅が奥にありますけど、あそこもセルフじゃないですからね。そうそうそう、セルフと、あ、しまったな、先のとこ入れときゃよかったですね。よいしょ。多くはあれ、このとこ多くはあったっけ。真っ黒、真っ黒もありますね。紙はこの辺りの方がいろいろありますよね。ここのマップおしゃれね。へえ、建て替えたんだね、紙に変えた。
おしゃれなマクドナルドもありますね。うん、北新も綺麗ね。どこだったっけな。でこれ旧東海道の交差点ですよ。これの横走っとるのが東海道ね。どこやったっけな。鹿島さんの方に出るんですよね。そう、鹿島さんっていう地域がありましてね、の交差点が確かこの先なんですね。で、こっちから入ったら王将とかがあって、あの並びのところに、セルフのスタンドがあったはずなんです。これに出てきました。よし、言うて亀山もちょいちょい来ますからね。まあ、考えてみたら、うちの、スターステージのね、チャンネルの、一番最初の外付けの動画はね、この亀山始発でしたからね。そうですよ。もうあれが2年半前ですからね。いやー、あの時はまだ郵便局員だったんですからね。今思うと、月日が経つのが早いもんです。よいしょ。それ言ったら YouTube はね、2019年の2月からですけど、実はニコ動の方は2009年の8月から上げましたから、プラス10年ありますからね。もう12年なんとあれなんですね、撮ってるわけですね。ここはあははは。で、横走っとるのが関西本線ということで、もうすぐ、亀山で、ですからここはまだ電化されてる区間ですね。で、この先に行くと JR 西日本の非電化の区間になって、先にね動画上げております関のね、動画がの辺りになってきますよというような流れでございますね。今日は関の方まで来ましてね、名阪国道に乗っちゃいますんでね。ここもセルフじゃない、意外とセルフじゃない店多いですね、この辺り。シェルが、ああ、でもシェルのマークももう少なくなっちゃいますからね。もううちの近所の辺りのところはもうアポロのマークに変わってますもんね。まあ時代の流れですからね。で、ここは亀山や味噌焼きうどんとかもね出てます、食堂のね上田さん。意外と食堂っていう店が多いんですよね、亀山って。昔ながらの食堂が残ってて、上田食堂さんに、今度はね、亀山食堂さんっていうところはね、ちらっともう先出しで言っときますけど、もしかしたらこの動画の更新より先に出るな。で、ここが鹿島の交差点か、ね、ここが鹿島、北鹿島町とかね、あ、そういいですね。で、で鹿島のところに入ると、町に入ってきますよって感じでね、吉野家とかもありますしね。そうそう、で、ここの先の快活クラブでね、泊まったのが最初の動画でしたよっていうところで、ここの王将もね、いい味出してるところでね、いいです。昔ながらの王将です。誰か亀山2号店って名前なんで、1号店がどっかにあったんでしょうけど、私も記憶にないんですよね。ここの亀山の王将いいですよ。オリジナルのメニューもね、独特のセットいっぱいありますからね、おもろいですよ。ね、っていうのとかもありますし、で、何の話してましたっけ、JR が引かんとんじゃって、それの先のところの話とかもして、で、食堂か、で、そう、今度、亀山食堂さんっていうところをね、取材をさせてもらうことになっておりますんで、今はこの収録をしとる翌週にね、収録をさせてもらいますっていうことでね、今予定はなってますんで、もしかしたらそっちは4つ目っていうね、北中星の、紹介動画の方で、メイン動画を更新させてもらいます。あ、その動画はね更新させてもらうんで、もしかしたらそっちの方ちょっと優先的に編集するんで、先に、お盆の前のあたりとかにね、もう上がってるかもしれませんけど、上がってたらリンク貼っときます。この動画ですよってことなんでね、よかったらそれも、ぜひご覧ください。ということですね。で、あれどこだったっけ、あ、ここじゃん。何やってんの、何やってんの、
くよ。極地や。あ、そういうですか。あよっ、ね、危うく、あ、危うくこのまま行っちゃうところでした。これ入れとかんと本当にないですからね。よいしょ。ここはでも149円、よかった、安い。じゃあ入れていきましょうね。さあバッチリ入りましたよ。いえでもやっぱり上がってますね。今リッター149円ですもんね。25リッター入れたらね3726円でございますよ。おね、えでもこれ多分東京の方とかだったらもっと高いんですね。この辺りは比較的相場が安い方なんでね、まあまあまあ産地直送みたいなもんですからね。エネオスのやつはないですけどね、四日市は石油化学コンビナートがありますからね、思いっきり生成してるし、私なんだその生成してるど真ん中で配達やってましたからね、あのプラントの中とか結構配達行ってましたからね。あれ普通の車だと入れないでね、フレームアレスターっていうスパレスターっていうね装置つけた車が、ですから郵便局にもそれつけた特殊な車がね用意してありますからね、四日市の場合は。あれやっぱ他の局から来た人が、え、何って言う方いましたからね。よいしょ。さあ、では行きましょう。あ、なんて言っとったらもう3や。これ8時まで入れるかな。ここの杉薬局も昔はあれでしたもんね、マックスバリューのなんか変わった店でしたよね。マックスバリューがやってるんですけど、なんかビックリマークでね、マックスバリューとは別のブランドになってたんですよね。なんて店でしたっけ、ありましたよね。普通にこっち側にはまた、ああでもここはセクスじゃないね。でも152円、セルフじゃなくて152円やったら普通に安いの、うん、へー、これがいわゆる旧国道1号線ですよね。で亀山の駅のあたりを今過ぎましたんで、このあたりからね、関西本線も非電化になってるはずです。よいしょ。あたりもねシャープができてから結構いろいろビジネスモデルとか増えましたもんね。で、インターまでは2キロという頃合いで、この辺りにまたね有名な食堂なんかもあったりするんですけどね、亀八食堂さんがこの辺りですよね確か。どこだったっけ、もうちょっと先か、いろいろとありますよ、うん。まあどこもやっぱし味噌焼きうどんが有名ですけどね。食堂で食べられてたのが広がったのが三崎牛丼ですよね。四日市のどんてきはもうね特定できる来来軒さんっていうね、あそこどんてきの専門店ではなかったですよ。もともとは、中華料理屋だったはずなんですけどね、うん。だから私来来軒さんっていうとどんてきよりも多分餃子を食べた数の方が多い気がする。で、あの松本の来来軒じゃなくて、あの自由が丘のね、鈴鹿の来来軒さんの方が多分利用頻度高かったと思います。で、あそこでなんか餃子を持ち帰りで買っていくっていうのがなんかね、昔の定番だったんでね、なんてことを思い出しながら、あそこだ、ここが亀八食堂さん、今左手にね映ってるのが亀八食堂さんで、ここがね、味噌焼きうどんで有名なところですから、あのメニュー表にはね味噌焼きうどんってないんで、初見の方はね気をつけた方がいいです。また亀山食堂さんがどういうタイプなのかあれなんですけど、もしかしたら亀山食堂さんも昔からやってるんで多分ちりとり鍋タイプなのかな、
ね、今の時点でまだ私食べに行けてないんで、ね、あの多分動画的にはもう私が食べ終わってねレビューをしてる動画が上がってると思いますけど、ですんで、多分チートデイのラッピータイプだと思いますけどね。あ、そっか、ってことはあれか、一人で行かない方がいいな。あのね、チリトリ鍋タイプの昔ながらの味噌焼きうどんっていうのは基本2人以上で食べるようにこう作る感じで作ってありますんで、分からない、一人用に作れるのかもしれませんね。メニュー表は1人前いくらみたいな感じで味噌焼きうどん1人前いくらって書いてあったんで、できるのかな、どうなんかな。そうそう、赤目おいしくどんさん、そうだ、メニュー表に書いてあったわ。事前に一応サイトでね出してもらったんですけど、書いてあったから、ってことはあったかな。よいしょ。やっぱ仲間に出るとちょっとプラスアルファ余計に時間使いますからね。足地回るなぁ、はい、かやっぱ一回家に帰っとったらっていうことを考えたら、多分今この出発ですからね。そう考えると、どうせね行くんでしたら向こうのものを食べたいですよね。ここの交差点も複雑ですからね、意外と入る場所気をつけないと。その前のところがね、スッとね、そのガードレールの向こう側もね入れるような感じの作りになってるんで、あっちに入ると、今ね車来ましたけど、あっち側から右折する用の右折レーンなんで、これだけねちょっと気をつけた方がいいですよ、本当に。ここ意外と分かりにくい。ここの先のバイパスの先のところも分かりにくいですけどね。あっちの方がでもでっかくいろいろと書いてありますからね、もうそれに従って行けばいいですけど、一歩間違えるとそのまま有料道路に、直行になっちゃいますんでね、そこだけ気をつけてもらったらいいんじゃないかなっていう感じなんですよね。で、よし、 OK、 ちょっとくらいですけど、この辺りもね、昔はこんなビジネスホテルなかったですけど、やっぱシャープできてからは溶けましたけど、今はまだねその辺りの需要がなくなっちゃってるんでね、かなり厳しいみたいですけどね。さあ、でこの1号線をずーっと行ったら、この前行った席のねところとかも出てくるし、なんならそのまんまそこからちょっと、25号の旧道の方にね降りてったら、また次とかね、あっちの方に行きますけど、このまあ2点ね、まあ名阪国道でも行けるわけですけど、さあ名阪国道入りました、ね、まあまあ駅がなんで、つけの近くも通るし。